この時間はジョモオールスターサッカー J ウエスト対 J イースト、本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ北澤さん、個々が力を持って輝き続けるスター選手が集うジョモオールスターサッカーが始まりました。いや、この舞台の中でプレーできるということは選手にとっても嬉しいんでしょうけど、それ以上にまあ豪華なメンバーになるわけですからね、見ている人も楽しみでしょうね。さあ両チームの選手がそれぞれのポジションへと向かいます。あとご紹介が遅れましたが、本日のピッチレポーターは岩本照夫さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。強度10番のプレーヤーです。さあ間もなくキックオフです。さあ今試合が始まります。これを返してもう一度、ちょっとこれは読まれましたね。あっとこれは通りません。菊池、強度中盤の選手です。右ウィングパウリーノ、左から攻めていきます。さあ前にいるぞ、柳沢中央にいるぞ、ゴー。前半開始早々 J イーストアウェーでの先制ゴール。柳沢、ニアからのヘディング、ニアからのボールだったんですが確実に合わせましたね。そうですね、そんなに見てる余裕がない距離でしたけども、うまかったですよね。さあリプレイ画面が流れています。しかしこの先制といかがですか。 J ウエストとしてはこれで点を取りに行かなければならないと思いましたよね。さあいずれにしても面白い。J イースト先制ゴールで1点を得ています。 J イーストとしてはより慎重にボールを回していきますよね。落ち着いてプレーするというかね。ここからパウリーニ、一瞬中を見た、まだ持っていく、一旦受ける、硬い守りだ、頭で合わせた、エンド横へ動きます。さあ前で味方が待っています。激しいチェックが続きます。素晴らしいディフェンス。さあ中から行きます。ここで奪い合う。お、いいでしょう。前半30分を回ろうというところ、内田右サイドから上がります。これはファールの判定。さあチャンスになります。いい位置でフリーキックを得ています。遠目からシュート、外した。いや北澤さん、今の遠目からのシュートどうですか。いや、いいですよ。
こういったシュートは相手のディフェンスラインを上げるという作用もありますからね。さて北澤さん、J ウエスト今のところ1点のビハインド、だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。ちょっと奪われがちですよね。右へ出した強度、これはつながるか。おっとよく守っている、流し込んで小笠原、まだシュートは打っていません。いい攻撃だ、これはオフサイドになりました。今のはどうやらオフサイド。カメラさん。はい、どうぞ岩本さん。ロスタイムが2分です。今紹介がありました、ロスタイム2分です。さあ前半ロスタイム、笛が鳴りました、前半終了です。さて北澤さん、はい、J イースト先制して前半を折り返せたわけなんですが、どうでしょうか。そうですね、積極的に前へ行けてましたよね。ディフェンスのチェックも良かったですよね。 J イーストとしては今のところ予定通りといったところでしょうかね。なるほど。そしてここまでの情報を軽く見てみましょう。 J イーストリードもしているんですが、エリアの使い方もバランスいいようですね。はい、全体的にうまく使えていたんじゃないかなと思いますけどもね。特に中盤から前にかけてそんな印象でしたね。あとはもう少し早く前へ運べるといいんでしょうけどもね。はい、後半どのような展開になるんでしょうか。前半を終えてその差は1点、 J イースト1点リードで折り返しています。後半の笛が鳴りました。北澤さん、はい、J イーストここからはどういったことに注意しなくてはなりませんか。そうですね、もう少しラインを高くしながら全体を仕上げていかなければいけないと思います。大きく横へ運んでいきます。おっとドリブルで上がっていく、一人で上がります、送ってきた、チャンスになる、強いサイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。 J ウエスト、ここはしっかりと守りました。佐藤、詰め寄られました。ここはディフェンスされました。後ろからチェック、チェックが効いていました。中央からいった、チェックきついですよね。前に出した。放送席、カメラさん、ホーム側なんですけど、誰かアップを始めたようですね。動くかもしれませんね。なるほど、交代があるようです。ボールは左サイドへ。いいマークでしょ。あっと取った、どうだ、危ない。 J イーストチャンスを逃しました。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。あとは正確性ですね。カメラさん。あ、はい、どうぞ。ホーム側が動きそうですね。2枚目のカード切ります。4番の選手を出しておそらく15番が入ります。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。ボールは右サイド、時間は後半30分を経過しました。さて前へ抜けようというところ、ここはヘッドでクリア、再びチャンスになった。ここで奪い合う、外した。コマン、ここで入れ替わります。Jウエスト、さあ35分が経過しました。現在1点差を追っています。しかしそんなに悪い状況にも見えないんですけれどもね。そうなんですよね、だからなおさら小さいミスといいますか、そういうものがものすごくもったいない感じがしますよね。先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよね。そうですね、非常にうまくボール回してますよね。
森は阿部、このまま行ってしまいそうです。後ろからのマーク、佐藤、最後の意地を見せる、同点のチャンス、素晴らしいディフェンス、そのまま打つ、そして今試合終了、1対0 J イースト1点差で勝利、逃げ切りました。北澤さん、前半の1点で勝負が決まったわけなんですが、いかがでしたでしょうか。そうですね、前半の1点が大きいものとなりましたよね。 J イーストとしてはなんとかうまく逃げ切ったという感じなんでしょうね。そうですね。さて、それではざっと今日の印象に残る場面を思い返してみましょう。後半34分、柳沢、豪快なオーバーヘッドを見せてくれました。はい、そうですね、外れてしまったんですけど、絶好の位置だったんですよね。決定力に弱さが見えましたね。それからさっきまで画面に出ていたシーンですが、前半9分、おっと今出ていますね、柳沢、あの局面で先制点を決めています。そうなんですよね、その前のタックルでボールを奪い取ったシーンも評価できますよね。さあ、そして今度は試合データです。 J イースト、シュートの数だけ見ても相手を上回っていますね。はい、前半の方でね、シュートに行く場面が多く見られましたよね。本日の試合は1対0、 J イースト見事試合をものにしています。さあ、そろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けしてまいりました。それではハイライトシーンをお届けしながらお別れとなります。ごきげんよう、さようなら。Thank you.